こんにちは、チーフの三浦です。9月29日、本日のフロンティア TV を始めます。今日は接着の日なんですね。くっつく9月29日ということでですね、この頃から日本接着剤工業会が制定したみたいですね。さて、本日新着物件1件入っておりますので、こちらをご紹介させていただきます。はい、ホームページツイッターのところですね。いつも通り9月29日富士吉田市、すいません、富士河口湖町、船津サニーガーデン、はい、こちらがですね3階建てで、1階2階3階それぞれタイプが違います。1階 1K、2階3階は 1LDK ですね。で、そのですね1階の中部屋の空き予定が入ってきております、はい、それぞれ1階2階3階の動画ありますけど、102ですね。今回こちらの詳細で見ますと、4万7000円の家賃、10月下旬から入居可能になってますね。2013年8月完成物件なので、まだ1年ですね。動画もちろん用意させてもらってますし、写真も40枚ぐらいはありますかね。もっとありますね。で、河口湖駅からですね富士吉田側に行くとセブンイレブンがあるんですが、そこをちょっと入っていくんですが、ストリートビューがないので、物件までの道というところですね、いくつか写真でも撮ってあります。狭いですね。はい、こんな感じで物件までの道の写真も撮ってあります。はい、全室今満室で、1つだけ空き予定が出ましたんでですね、本日はこちらをご紹介させていただきました。はい、では本日はフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。